あのこれシングルですよね。どう見てもダブルなんですけど、非常になんというか怖いですね。ダブルっぽいし、トリックルーム感すげえな今回。さあ対戦よろしくお願いします。なのであと事件がありました。ミルタンク攻撃ダメかもでした。しかもミント使い忘れ、はい。でハッサムもなんか普通の方に戻りました、はい。で、以上。あとはフィーリングで頑張りましょう。おそらくお相手の初手はトリックルームのイエスさん、もしくはオノノクスじゃないですかね、はい。なのでその辺警戒してやっていきましょう。よろしくお願いします。ただトリックルーム対策はこのパーティー仕込まれておりません。というかシングルだと割とレアよね。よろしくお願いします。ただおそらくダブルも経験してらっしゃる方、厄介ですな。もしかしたらダブルの使い回しでどこまでいけるかとかやっちゃってんじゃないですか。マジもうですよ完全に。サイコメイクー先制技の相手に対して影響を及ぼす技を無効にする。まあいきなり来たな。こやつの一撃は相当やばいんですが、おそらくですがトリックルームだと思うんだけど偽装の可能性もある。電磁波参ります。それでも入れます。どうせこっちの方が早いんでね、しびれて動けなくなる可能性を増やした方がまだマシでしょ。ワイドフォース偽装くせえ。やっぱそうか。ですが耐えますよ。ミルクの実、違う、ミルクの実、はい。そう、ミルクの実ってずっと言ってたのよ。冷静に考えたらミルクの実ってどういう木の実だよなあ。そう、ミルクを飲みますという自主申告に過ぎない。しかしこのイエスさん火力はそんなに高くない。やはりダブルの使い回しか。 HB とかの可能性がありますね。マジ死んだぞ。どういうことどういうこと。あ、気をつけろ。癒しの願いはね、自らの命を捧げ後から出てきたポケモンを回復させる技。しかし今相手の場に傷ついたポケモンはいません。よってこれは傷ついた味方が出た時に持ち越される仕様だったはずです。つまりこのブリムオンが傷ついたとしても一旦戻れば、あ、忘れてた、帰ってきちゃったよ。返品じゃんこれ。ってことはこのミルタンクブリムオンに対しては何もできないわけか。しかしトリックルームであればもしかしたらこれによって先手が取りやすくなったという強がりも可能では。さてどうしましょうかねこれ。ただミルタンクの役割としてはかなり怪しいんですよ。おそらく最後のポケモンドサイドンなんで、できれば速やかに退場したいところですな。ミルク飲んでもいいんですけど、おそらくダイマ切ってこない。時間稼ぎは無意味でしょう。切ってきたよマジか。ことごとく外れる。にしてもマジックミラーで跳ね返されたの実は初めてです。基本的には小技あんまり使わないですよね私。どっちかというと技の追加効果で状態異常を狙ってることが多い。そうなってくると今回かなり厳しいんじゃが、耐えない。ミルタンク特殊防御はそんなになんですよ。弾ですかい。ではハッサム天罰来ると困るんだが、ただ混乱の実証率は3割。状況を見ます。トリックルームがあるのとサイコフィールドはあと1ターン。なるほど、まあ剣の前でいいんじゃないですかね。ターン経過的には悪くない流れです。ダイバーマジカルフレームですな。しかし今回の私のハッサムは大丈夫です。タスキです。むしろ状況的にはいい。
そう、先ほど特に抵抗する意思を見せなかったのは、もしミルタンクが万が一何かの拍子で生き残ってしまったら、じゃあサイコもう一回展開して準備しますねみたいなことになってた。なので確実にバレパンを叩き込める、この瞬間ならね、お覚悟。うれ、さすがの火力ダイブ。サイコフィールドってたまに面倒だね。十分削った、ありがとうよ。最後のポケモンがドサイドンとするならば、おそらく勝ちでしょう。ただこの一撃、そうだね、悔しいんですが、メテオビームを打つ余裕はないですね。あるか、ワイドフォースは今一つ。だけど弾でフォースでしょう。万が一があるな。ここは素直にダイストリームを打っておいた方がいいでしょう。これ最後ドサイドンだったら前回の悪夢思い出すんだけど前回もこんなことありませんでしたっけ。ですがやるしかあるまいよ。ここで落ちてしまっては意味がない。ちょっとスターミーの耐久が不安なのでね。ただどっちにしろ晴れがあるからね。そう、この天候が敵です。メテロビームを受けたとしても晴れが残ってたら威力はむしろ半分。ここは高校大ストリームで確実に。さすがに、いやー危ねえ危ねえ危ねえ、低く見積もってたわけ。やりやがった。そうか、弾のダメージ足りてたか。ドサイドンでしょう。マックスアックス、また予想外のやつ来たな。これキャタ破り。トリックルームの効果は消えてこちらが先行になっている。サイコで落ちないと思うし、おそらくタスキでしょう。スチル、まだ負けたわけではない。いきます。うん、そこそこの火力、防御上昇。スターミーのね、防御面ってそこそこはあるんですよ。スケールショット、大丈夫、そうそう5回当たりませんよ。私の運を信じてください マジでいや、でもスケールショットでこの火力よ。2発目、いやそれはない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 、さすがに今回は2回でしょ。人生釣り合いってのは取れてるんです。まさかそ、おおのれ、しかもスケールショット型ともなれば、まあ間違いなく助けでしょうな。負けたぜ、乾杯だ。ありがとうございました。悔しい。対戦よろしくお願いします。お相手の初手が読みづらいですが、ゾロワークの可能性はあるかな。ミルタンクからいきましょうか。ミルタンクスターミー&グソクムシャですかね。今回はさすがにドヒドイでちょっとしんどいんですけど、今回はね、前回から前の試合から少しパーティー変わってるのは、日付変わったのと、ダイジェット持ちを誘うためにちょっと飛行タイプに弱いパーティーに変更してきました。まあこういう時に限っていないんですけどね。はい、カットムとか、カットムじゃねえわ、なんだっけ、扇風機、セントム、なんだっけ、ファントムか、うん、風を送るね、あれね、ファントムだったら出してくれそうかなって気はしたんですけど、まあ今回それ叶わないので、ミルタンクでいつも通りの起点作りを。先発で出てくる傾向の高いゾロワークがスターミーちょっと苦手なのと、かく乱目当てで出てくる可能性はあるので、今回はミルタンクから入ります。ではよろしくお願いします。まずはミルタンクで電磁波とステルスロックまでは巻いてほしいところですが、そこまでいけばドヒドイデに対しても強いし、いけるはず。
ポリゴン Z 先発で出てくるポケモンですかね、こやつ。こいつはどっちかっていうと後から好き勝手するタイプだと思うんですが、電磁波、まあ開幕破壊光線で全て終わらせてくる可能性もあるんですが、遅くね。でもゾロアークでも早いはず。おー、カウンターですか。私のミルタンクは元攻撃ダメカムのある意味最高に優秀な個体です。ゆえつーかあれじゃん、やっぱゾロアークじゃん。やっぱゾロアークやんけ、しつけえな。まあミルタンクここで暴れてもメリットないので頭突きできます。もしかしてスカーフか何かお持ちか。半分いった。しかし私の予想は当たっていましたね。そういう意味では、そうこやつそんな先発でブイブイ言うポケモンじゃないのですよ。ポリゴン Z は準備をしてからぶち抜く感じですよね。ここはもう頭突きでいいんじゃないですかね。落ちてもらいましょう。狙ったかのような絶妙な火力、ありがとうよ。さあスターミー劇場の幕は開くぜ。このままいくとステルスロック入ってるから最低限の仕事、うーわこの仕事量はえぐいの一言。体力は奇数ですな。では電磁波、ウルガモスの機能停止、降参。まあミルタンクは火力もあるからね、どっちかわからん時はあるわな。環境は変わっとるんでね、このミルタンクは古めですから。対戦よろしくお願いします。パーティー少し変えて、エースバーンに強くしたんですが、いないね。いませんね。はい、なので先発ロトムかな。これロトムかな。ロトムは苦手な相手ですよね。モロバレル行くか。これモロバレルどのバレルだっけ、覚えてねえぞ。あーダブル用ですねこれ、完全にやべえな。見せポケですってなると無効的に何出してくるか読まなきゃいけないんですが、アイアントの可能性もあるかな。意外と先発、いや行こうか。ミルタンク、スターミー、グソクムシャ、もういつも通りできます。もうおおよそこの3匹で戦うことしか考えてないから今回よろしくっす。アイアントいそうだね。黄金のトレーナーカードですな。ミルタンクの苦手な敵は電気の特殊アタッカーなんですよ。つまり今回そういうことです。ですよね。まあまだ諦めるのは早い、早すぎるぜ。せめて役割をステルスロック果たせるといいんですが。ほうトリック、先行トリックはこういう時厄介だね。メガネ、嫌のみ、嫌なもの取られたね。ダジャレじゃないよ、嫌だからね、嫌じゃないからね。たまにね言葉狩りに合うんですよ。さあでメガネなんてインテリ系のものもらっちゃってさ、これハッサムだったら最高にうま味だったんですが。チェンジ行くぜ。オーデン仕方ねえ、意外と耐えよる。先制技ないんですよ。ここは潔く散るしかないかな。吸血オーデン、これでもうこちらのダイマーの切る相手はスタービーに固定されちまいましたが、さあミルダンクスカーフ続きだ、違うメガネか。行くぜインテリ系でーす。もう死ぬまで続きします。変えてくるかもね。まあでもステルスロックがあるから無茶はしないんじゃない。ドロポーン、もともとメガネを巻いていたですが、トリックをする上では最速なんじゃない。結構入ってるよな。さすがに特殊まではケアしてなさそうですね。では一応多少は削ってくれたので可能性としてはまだ残っています。いきます、スターミー参ります。
メテオビーム、落とせたら勝ちだ。行くぜ。特殊には振ってないでしょう。わかる、わかるぜ。宇宙が私に教えてくれた大切なことを見せてくれた。それはどんな勝負も本当に無理になるまで諦めないことだぞ。広告を入れるって、ここに広告タイムですかこれ。いや、そういうの用意してないから入れとく。あのね、 YouTube 君の自動広告システム絶対こういうところには反応しねえから。さて、岩食い込んじゃったね。アイアント君の S は確かに速い。だがそれでもスターミーよりは遅い。もうすでにショータイムは始まっているんだぜ。おそらく弾でしょう。見せてやるぜ。あんたはスターミーに誘い込まれたのだ。トリックで、そう、私のパーティーを餌にしたつもりでしょうが、実はその逆だということを教えてやるぜ。ステルスロックを巻かれ、ほんのり体力を削られた時点で、すでに試合は決着している。しかし万が一耐えられたらやばいな。アイアントの数が最近減ってるんですよね。まあ、というのもエースバーンがきついっていうのがあるんでしょうけど、だからそれでもなおアイアントを使っているのであれば、持ち物が直機だったりする可能性があるかも。直機一つ持てば耐久力すごい上がるでしょうしね、アイアントみたいなやつ。ですがこのスターミーの前には無力。あばよ。そう、私の今回のバトルはいかにしてスターミーをぶっ刺すかを、それだけを考えている。まあ、モロバレルの技構成しかり、あ、そうだ、ゴリランダいたじゃないですか、さっきのバトル。あいつ、バック音波のやつです。鳴き声とか、そういう感じの人なんでね。はい。なんなら持ち物持ってねえし、今回。何が何でもスターミーで刈り取るという意志ね。それ以外の勝利はいらぬ。はいやー。ただエースバーンには厳しいってところがやっぱ弱点ではありますな。その辺は他のポケモンでサポートしていきたいところ。よって対戦よろしくお願いします。おそらく初手デンチュラで S 落としてからアダコーダするパーティーでしょうね、これ。さあ、じゃあどうしてやるかって話なんですけど、まさかの開幕スターミーなんてどうでしょう。流れ完全に取りますよ。で、あとは遅くなってもいいようなポケモンを入れておこうかなって思ったけど、バナキッズ。いきます。もういきなりこれだからね。デンチュラの S ってスターミーより速かったっけ？デンチュラ112じゃなかったっけ？私の完璧な S 暗記を舐めてもらっては困ります。今調べます。デンチュラは112。はい、108でした。はい。まあ、死者購入したら大体ね、110で収束するんで一緒ですね。はい。では行きます。スターミー。では行きます。メテオビーム。ぶっ放してやるよ。ほう、引っ込めますか。1ターンの猶予を与えちまったな。ジュラルドゥーン。いらっしゃいませ。メテオビーム。チャージ。おそらく大サンダーが何かお持ちかな。特攻上昇。直帰かどうかはわかるな。行くぜ。大宇宙メテオビームファイヤー。直帰はお持ちでない入りすぎだ、いくらなんでもな。ゲームセットじゃぜこれこれがね、このスターミーの恐ろしいところなんですわ。先発で勝ったらもう止まらんぜ。お覚悟。さあ、メテオビームからの大ストリームからの、もう止められない、やめられない、カッパへ超えた一撃、見せてやりましょう。ストリーム、よっしゃー。耐えきれるわけがない。さあ、雨が降ったぞ。後続のポケモンも受けきれるかな。ここからはダイマックス技が雨でメガネで襲いかかるようなもの。暴力的な数値で相手を圧倒していきましょう。
ギャルギャラ、どうにもならんな絶対どうにもならん。ではおそらく太い方ね、どうにもならん。おお、タスキ、いやタスキガラガラなんているはずがない。あのトゲキッス先発で起点作り型か何かだったんですかね、よくわからんが、ただひどく混乱してるのはわかる。ガラガラで大ボックスしたところでどうにもならんはずですが、トゲキッスの方がまだ可能性は。おお、ターンを稼いでキッスにつなぐか、確かに一番勝ち筋はあるかもしれない。なるほど、うん なるほど。ストリーム無慈悲、確かにこの後のドロポンに関しては私の命中率がどれぐらいかで不安になるところはありますが、今日の私キングドラーをパーティーに加え、ミルタンクの努力値を振り直してからは全勝全勝だっけ、あ、負けてるわそうだよ、スケールショットの悪魔あったわ、許さん。まあスターミーがねここで外すわけないじゃないですか。見ててください、ドロハイポンプ発射、一撃以外ありえない。対戦ありがとうございました。これがスターミーですよ皆さん、ぜひこれスターミー絶対刺さってるって時があったら先発で使ってみてください。